ハオリー、台湾。作品名、反復のメカニズム、他2点。Hello everyone, my name is Hao Li, I'm from Taiwan. I'm really honored to be here today. My work, The Mechanisms Habitative, is a body of work that depicts the everyday life of the modern world. Repetitive routine, yet with slight differences. I regard photography as an actual practice of repetitions in different phases. Like in some of my photos, I put myself in office, in the rhythm of office workers. And every day at the same time, I go back to the same spot of the same train station. And I limit myself to one exposure per day on the same exact piece of film and accumulate day after day to complete one single multi-exposure photograph. And in the dimension of space, I multi-expose various aisles of different supermarkets into one single frame by repeating the differences and differentiating the repetitions. I create a world and nests layers of daily scenes into scenes. Thank you very much. 反復するメカニズムは現代の日常生活を表現しようとしたものです。さまざまなものの反復、繰り返し、そしてルーティーンというものがありますが、そこには少しだけ違い、差異があります。私は写真を異なる場面において実際に繰り返すことと考えています。時間の次元を横断するために、私はオフィスで働く人のように毎日決まった時刻にある駅の同じ場所へ通います。同じ構図で1日1回だけシャッターを押し、1枚のフィルム上に録音します。そうやって1日1日積み重ねるようにして多重録音の写真を1枚完成させていきます。また空間の次元を探検するかのように、私はスーパーマーケットの何本もの通路を1つのフィルムに録音しています。違いを反復し、反復を差別化することによって、反復の中にも差異が生まれていき、日常生活のさまざまな場面の層、レイヤーを入れ子状に積み重ねていくのです。ありがとうございます。それでは北島先生、講評をお願いいたします。ですね、オリジナルサイズって、だいたいこのぐらいの大きさですよね。オリジナルサイズはね、サイズがすごくいいなと思ったことがまず第一点なんですけど、それと一見したところですね、なんか抽象的な表現のように見えるんですけれども、実は私はそうは全然思わなくて、ある種ね、頑固な写真原理主義者だと思ったんですね。というのはやっぱりこれマシニックなイメージで、すごくマシニズムではないかというふうに思うわけです。で、だから今作者がおっしゃったように、その制作の態度はですね、あたかも事務員のように毎日淡々と事務作業をこなすように制作するっていう、その態度にも表れていると思うんですけれども、で、それでその差異と反復と差異っていう、その日常への批評性っていうのを担保しているのは、そういう事務的な、極めて事務的な作業によって成り立ってるんじゃないかなと思うんですね。それでちょっとこの場にふさわしいかどうか分からないんですけど、ローラン・バルドっていう批評家がいて、その人の、言った言葉の中にですね、写真は二度と再び起こらないことを機械的に繰り返すっていう言葉があるんですね。なんかそれをちょっと思い出して見てました。ありがとうございました。それでは永久保存証書授与。永久保存証書、ハオリー殿。